支店法事部長白石蔵之介、俺のバイブルテニスはパーフェクトや。トリックアトリート。お菓子持ってないん？せやったらいたずらさせてもらいましょうか。はい、皆さんどうもこんにちは、カーブちゃんです。はい、ガチャ日記248日目、本日はこちらパンプキンパーティーガチャ、こちらを引いていきたいと思います。ついにこのシーズンがやってきましたね。カボちゃんね、ハロウィン大好きなんですよ。でね、ハロウィンっていうのはね、もともとねケルト人っていう人がね、1年の終わり、いわばあれですね、年末みたいな感じでね、ご先祖様が帰ってくるからご先祖様を迎え入れようみたいな感じで始まったイベントっていうか、お盆みたいなもんですね、日本でいう。なんですよ。で、子供たちはね、一年の終わりなので、いろんな家に回ってね、お菓子をもらう、お菓子をもらうくれなきゃいたずらするぞーみたいなイベントなんですけど、これあくまでね決め台詞なので、皆様は決していたずらしないでください。というわけでガチャ引いていきましょう。今日はどの子が出てくれるかな。せめてハロウィンが欲しかったけど、まさかのまたまたレアですね。誰かな。あ、ちょっとじゃねえか、久しぶりだ。はい、というわけで本日はこちら大鳥長太郎のレアカードが1枚当たりました。育成ポイントの方がプラス200ポイントでございます。ありがとうございます。てなわけで、この動画を少しでも見てね、ハロウィンのことを知れたなと思った方はチャンネル登録、コメント、グッドボタンお願いいたします。またね、この動画にね、質問コメント動画ね送ってくれたらね、それにもね対応していけたらいいなと思っております。それではね、また次回の動画でねお会いいたしましょう。ハバナスデー、バーイ。You're my queen.